今回のコロナショックというのは、リーマンのショックよりもインパクトははるかに大きい。そんな中、今回あえて通期の業績予想を発表したトヨタ自動車の豊田社長、この日示したもう一つの決意とは。新型コロナウイルスの影響で上場企業のほとんどが今期の通期予想の発表を見送る中、トヨタは営業利益5000億円という具体的な数字を示しました。こんな決意が。一つの基準を示すことが必要だと思いました。裾野の広い自動車産業の関係各社が皆さん何かしらの計画、何かしらの準備ができるのではないかなと。経済への波及効果が大きいと言われる自動車産業、豊田社長はこの日もう一つの決意を示しました。それは国内生産300万台体制の死守です。トヨタは国内で年間300万台の車を作れる体制を整えています。リーマンショックや東日本大震災、それに輸出には逆風となる円高でも300万台体制を海外に移すことはしませんでした。日本にはものづくりが必要であり、グローバル生産を牽引するために競争力を磨く現場が必要だという信念のもと、まさに石にかじりついて守り抜いてきたものでございます。今回のコロナ危機で医療用のフェイスシールドなどの生産にすぐに取り掛かれたのもこの体制があったからだといいます。どんな IT 化が進んでも、どんなテレワークが進んでも、これはやはりリアルで人間がやる仕事ということで、さらに改善ができるトヨタパーソンを育てながらですね、皆さんから期待される会社を目指していきたいなと。次回、空港を救う自動運転技術。